映画館があり、旅館があり、床屋がありね、病院があり、食堂がありね、カフェがあり、芝居小屋があり、下駄やお茶屋、それから呉服店、ありとあらゆるものがある広島を代表する繁華街だったんですよ、今の平和公園。そのことを話すとね、なぜそれを言わないんかって言うんですよ。だってそんなことは知ってるだろうと。お前たちの祖先がね、広島に原爆を落としたんだと。それぐらい知れよって僕は言いました、その時。そしたらね、さすがにね、黙り込んだ。で、普通ね、日本以外で講演をしますとね、実は私はこの体験はないんですが、まあ被爆者がですね、世界の各地で実体験話しますね、必ずね、質問の時間にね、そうは言ってもパールハーバーでね、騙し討ちをしているのが戦争のきっかけじゃないかと。で、次に朝鮮とかシナの大陸へね、むちゃくちゃに日本は攻め込んで侵略したじゃないかと。そういうことを質問に出すそうです、どう思うって。で、私もね、そういう質問が出るだろうと思って考えてたんですが、まあ、そういう非常に真実の話をするっていうことで、そういう愚かな質問は一人も今まで受けたことありません。もう全国、世界でも100カ所以上で私講演してますけど。で、ある時記者にね、聞いたことがあります。普通日本がそういった過去の出来事について話して、まあ反省を求めるまではいかないけれど、そういう事実を知ってくれよって話したら、必ずリアクションとしてね、特にアメリカでの講演では真珠湾と、それから大陸へのね、侵略、そういったことをリアクションとして対抗措置としてね、質問してくるそうですよ。で、私聞いたんです。なんで私に聞かないんかって、そんなことを答えを用意してましたから。いや、田辺にはそういうことは聞けない。なぜかっていうと、私がそういう過酷な体験をしてるっていうことが伝わったからなんですね。ちなみに私の回答はですね、真珠湾については、当時私は4歳です。真珠湾が日本の海戦した時ね、4歳の子供に何ができるかと、僕はそういう答えをと思ってた。それから次に、大陸へのね、侵略についてはどう思うかって。侵略のない戦争があるかと、とんでもないバカなことを言うなって私は答えを持ってた。西洋ではギリシャ、ローマですね、日本だったら神武天皇、それから有史以来、戦争は全部侵略ですよ。相手をですね、完封なきまでにやっつける、もっと言うと殺しまくるのが戦争なんですよ。だってギリシャ、ローマだってそうでしょ。歴史紐解いたら全部ですね、侵略ですよ。侵略そのものですよ、戦争は。そんな愚かなことを聞くなっていう答えをしようと思ってたんですがね、どうもこれ私が反論する機会は今のところありません。で、広島ではですね、今のアメリカの大統領にね、広島にぜひ来てほしいと、まあ、これは悪いことじゃないと思います。まあ、今のオバマにしてもね、まあ、あとわずかですけど広島へ来てね、原爆ドームを見て原爆の実相、実態を知るっていうことはとても意味があると思います。ただ広島の一部にね、謝らせたいっていう人とかいるんですね。これは私はちょっとね、首をかしげます。だってオバマは当時生まれてもいないんですよ。アメリカ大統領としてはね、絶対に謝罪はしません。そうするとオバマがですね、個人としてすまなんだっていうことを言うかもしれないが、リアリティが全くないですよね。生まれてもいないのがね、まあ、はっきり言いますが、きれいごと言うなと。だから私はオバマが日本へ来ることは反対はしませんけど、来たら必ず陳謝しろと、こういうですね、考えにはね、どうも同調することはできない。それよりもオバマの
世界のリーダーとしてですね、まあ、プラハでも過去に、数年前ですか、核兵器のない世界平和っていうスピーチしてますが、それにより拍車をかけてくれと、そして世界のリーダーとして世界にそういう情報を発信してくれ、これには私は納得しますが、広島へ来てですね、だって原爆を考えたのはルーズベルト、落としたのはトルーマンで、同じところに日本の軍部があったんですね。みんな死んでますよ。日本側は戦争裁判でね、公主権になってる。それから戦犯をかろうじて助かった連中もですね、もうみんな死んでますね。今の総理大臣の、じい様、騎士も住んで、死んでますしね。これが実態ですよ。ただ時間の経過とともに風化が今進んでるっていうことに非常に私は懸念を持って、まあ、残るわずかの私にとって日々ですが、やはり実相を伝えたい。したがって私はお手元に毎日新聞のコピーがあると思いますが、知られざる広島の真実、原爆の実態という映画を完成させたばかりです。そして、ちょうど1ヶ月少し前でしょうか、ニューヨーク国連本部の NPT 再検討会議の2日目に私はですね、私の映画を出席者に見せて、結果としてスタンディングオベーションがありました。で、私の映画を見せてスピーチもしました。今日皆さんにお話したようなことを話した。初めはシーンとしててね、私映画が終わった後ね、国連本部にハマーショルドホールっていうのがあるんです。ハマーショルドっていうのは国連の2代目のあれですね、事務総長ですね、とても見識のある人、その人の名前を取ってハマーショルドホール、素晴らしいホールがあります。本会議場の隣に、そこで私の映画をかけてスピーチをして、終わってね、シーンとしてるからね、ちょっと不安になりました。分かってないんかなと、私の映画あるいは私のスピーチ、次の瞬間ね、非常に大きい拍手とスタンディングオベーションって全員立ってね、しばらく鳴りやまない、そして激励されました。いいものを見せてくれたと。私はスピーチの最後で、原爆の実態は伝わっていない、これまでは、しかし原爆の本質を知らないと再び起こる可能性がある、だからあなたたちは、当然戦争を知らない世代ですよ、各国の代表ですから50、60でしょうか、価値ある討議をしてくれと、勇気のある討議をしてくれって私は呼びかけました。もうそのことに反応したんでしょうね。とても私は充実感といいますか、良かったと思ってニューヨークを後にしましたけど、しかし残念ながらその後の協議ではでね、非常に物分かりの悪い国がですね、広島へ世界のリーダーをね、派遣して広島を見て、実際の目で見てほしいっていう日本の訴えにノーって言いましたね。情けないことですね。僕はその反対したのにね、広島へ来いと、俺がタイで話をしようじゃないかっていう言いたいぐらいですね、まあ、来ないでしょう、まあ、そういったですね、一つ怖いのは被爆者の高齢化、もう私は最後ですから年代的に、で私以下ではね、例えば裸足の弦っていう漫画を描いたなんとかっていうのがいますけど、彼は当時6歳なんです。で私8歳、この2歳の差はね、非常に大きい。マッキー中澤ですか、彼は自らの被爆体験ほとんど記憶してません。まして昔の広島なんて全然知らない。なぜ私が知ってるか、まあ、一つはね、あんまりにも大きいショックを受けた、それからその後に映画作家を志した。実は中学2年15歳で私は映画監督になろうと思いました。で一筋で、さらに自分が被爆者っていうのを隠して20歳から60歳までの40年間誰にも話してないんです。
僕は実は学校を卒業して地元の新聞社へ就職して13年間ジャーナリストの世界に住んでおりましたが、その間一本も原爆に関する仕事をしておりません。その間私はですね、原爆に背を向けて、原爆さえなかったらっていう辛い思いをかみしめながら生きてきて、で逆にね、原爆を冷めた目で見ることができたんですよ。40年の空白、これは大きかったと思います。それから60歳、ちょうど産業奨励館が世界遺産になったのをきっかけに、今度は真正面に取り組んできました。なぜならばこれは私しかできないっていうことなんですね。被爆前を知ってて直後を知ってる人間でないとできないんですよ、この復元の仕事は。今広島にはですね、大学もたくさんありますし、研究者もたくさんいます。残念ながら彼らにはリアリティがない、知らない。人からの聞いた話とかですね、想像だけでですね研究発表してる。いい加減のことはするなって僕は言うんです。あんたたちのね、そういう表面だけの、綺麗事だけの被爆体験の伝承は何の役にも立たない。